ちょっと農家で仕事しているおじいちゃんなんじゃないかなーか。ちょっと農家で仕事しているおじいちゃんなんじゃないかなーか。どーぷがばりです。今回紹介する商品はこちらです。ビッグスーシのナイロンジャケットです。ナイキの、そうですね、銀のタグの XL のものになります。90年代のものになります。かっけえくないですか。トリコロールカラーじゃないけど、なんつうのこれ、白赤黒シカゴカラーみたいな感じですね。最近ね、こういうなんかビッグスーシュが調子いいっすよね。やっぱ90年代ブームの影響どうかだと思うんですけど、それでは試着したいと思います。こんな感じですね。パーカーをね、下に着てるからかわかんないですけど、ちょっとちょうどいい感あるっすね。まあパーカー着なきゃいいって話なんですけど、こんな感じですね。すげえかっけえ。レトロ感あるっすね。流行ってっすもんね、こういうなんかビッグスーッシュが。懐かしいっすよね。これ丈も割と長めって言ったら、でも若干短めなんですけど、前のに比べたら、この時の XL って結構ゆったりめの XL の印象があるっすね。俺が着るとなんかあれっすね。ちょっと農家で仕事しているおじいちゃんなんじゃないかなー。やっぱフルジップの方がいいっすね、僕的に。フルジップの方がいいかな。古着とかだと90年代とか、まあ古着、まあ80年代とかのもの全部そうなんですけど、適当に作ったわけではないとは思うんですけど、袖がねちょっと短いものとか、あと丈が結構長かったり短かったりで、結構そういうのがあるんで、古着買う際とかはね、そういう丈とかね、袖の長さとか、気にしながら買った方がいいかなとは思うんですね。あとまあね、古着買う時僕気をつけてるのは脇の下かなっていう感じですね。脇の下ってやっぱ穴開きやすいポイントではあるんで、結構傷みやすいところではあるんで、脇の下とかちょっと巻きにしたりとか、 T シャツとかでも古着全部そうなんですけど、白の面積が少ないからいいですけど、白って結構汚れやすい、黄ばみやすいっていうのがあって、だからこういうちょっとこう出てる部分っつったらいいのかな、こういうちょっと当たりやすい部分とかって言ったらいいの、擦れやすい部分って、こういうとこもそうだけど、変色とか汚れがつきやすいので、そういうこうなんだろう、なるべく白を使ってないものを僕は購入するようにしてます。まあこれの場合ナイキがもうボンって入っちゃってるんで全然いいんですけど、だから結構その90年代のナイロンとかって白のラインがボンって入ってたりするナイキのナイロンジャケットがあるんですけど、そういうのは基本的には僕は買わない。特に襟首が白のものとか黄ばんだりしてくるんで、どうしても残ってる油とかなのかな、まあ素材上とかもあるとは思うんですけど、黄ばんできたりすると思うんで、まあそういうのもあって、基本的に白がね襟首に入ってたりとか白が多いナイロンとかはまあ買わないようにしてるかなと思って、まあ漂白すれば落ちるとは思うんですけど、漂白しても落ちない場合もあったりするんで、パーカーの下に着ない方がいいですね。ピチティ風味なんじゃないかな感が。でもこの XL はおそらく向こうのものだと思うんで、結構デカめの XL ですね。通常の国内規格の XL だと僕ちっちゃくて、今結構高いっすよね。原宿とか行くところ3万5000円とかで売ってて、鬼高いっすよ。でも当時もやっぱ1万ちょいとかしたらしい。当時って言い方もあれですけど、やっぱりこのビッグスーシュパターンって数がやっぱり少なかったみたいで、当時からまあこのビッグスーシュ系はちょっといい値段だったらしいですね。で多分 XL でこんな大きいってことは、おそらく国内の規格じゃないのかなとは思うんですよね。わかんないですけど、なんかこんな大きいはずないんですよ。僕が XL だとピチティみたいになっちゃうんですけど、僕が着れるってことは多分海外平行とかで入れたやつなのかなとは思うんですけどね。ということで、ナイキのビッグスーッシュの90年代のナイロンジャケット紹介させていただきました。以上です。どう